3対3の第12レース優勝戦、風はホーム向かい風、進入インコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしました。3コースからおーっと際まで踏み込んだ3号艇の岡崎が内に入り叩いていく。一周1マーク先制して3号艇後から追って2号艇逃げる。内から小回り1号艇の内をついて4号艇5号艇でタッチスタート残りました。3号艇まくった岡崎独走。ヒヤッとしました、ドキッとしました。優勝戦1人抜けたスタートと思いきやオンライン上ピタリと0-0。これが今年の3回目の優勝となりました岡崎康弘選手のウィーニングランです。